しのベルフリをする人見つかされた
びしょびしょだちゃんとこれでもなんかこうやってもあれじゃない、こうやって言うことによってなんとなくこう俺らがびちょびちょの様が蘇ればいいなと思いますあの何かあのこの「ライフ」っていうのは、もうそのまんまですよね。これ周平が考えたタイトルなんだけど、すごいなと思ってて、俺は勝手にいろんなすげえ深い意味があるなと思って、どん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 あの深い意味をしてるんですけど、ライフだよなと思います。この今俺たちがやってるこれ、歌ってたりとかライブやってたりとか好きな人たちとお話ししたりだとか、そういう全部がそうだな、ライフだなって思います。あのいつ戻ってこれるのか分かんねえから怖いよねとかじゃなくて、俺たちはこうやって、いつも通りにやってます。でいつも通り生きてます。だから先の見えないなんか恐怖とかより、そんじゃなくていつかこれに会えんじゃねえっていう、そのすげえ漠然としてていいと思うんですけど、そのすげえ漠然としたすっげえちっちゃい希望みたいなものに俺たちはなりたい、だからやってます。絶対に大丈夫、うん、大丈夫だから俺たちはそう信じてますから、そのうちまた会おうぜっていう歌を、歌います。ロングラン。暗い閉じる青を抜けて君との街
Yeah.
イラしてからもう一曲やらせてください。ありがとうございます。ありがとうございました。アンドでした。ありがとう。